橘さんよ、どうしちゃったんだよ最近。昨日エラテン、ヒロシ、ミズニャンは法律の専門家じゃないから信用するなって動画で言ってたけど、どうしちゃったのよ急に。今まで、ね、僕らのことをね、小物だから無視してたじゃん。それなのに急に憤りを感じちゃって、どうしちゃったのよ。ね、海老名市長選で供託金没収ラインに行っちゃって、供託金返還ライン超えられなくて、100万円の供託金没収されて、しかも選挙費用も実費で、なんかつらいの、橘さん。そんな橘さんにね、今日は一つだけいいことを教えてあげたいと思う。橘さん、パチンコなんかやるより株やろうぜ。デイトレードやろうぜ。パチンコなんかよりもよっぽどね、脳が活性化されて、なおかつアドレナリンが出て、大勝した時超気持ちいいよ、橘さん。もしね、うまくいけば海老名市長選で没収された供託金100万円稼ぐことができるから、橘さん、パチンコなんかやめて株しないか。選挙よりもローリスクでローリターンで稼げるかもしれないぞ、橘さん。な、この証券口座の、証券会社のな、ツールの、ピコピコするな、ピコピコしてるやつ見ると気持ちいいぞ、橘さん。なあ、橘さん、なあ、パチンコやめて、もうデイトレーダーなろうぜ。もう政治家なんか、メンヘラになっちゃうからやめた方がいいって、橘さん。批判とか、すぐね、聞いちゃって、訴えるとか言っちゃうような橘さん、もう政治家なんかやめちゃって、すぐパチンカスよりもデイトレーダーになろうぜ。以上、ミズニャンです。